橋本智成、1990年生まれ、和歌山県出身。もののあるべき姿、あるべき場所など、もののありようについて考えています。それはすぐにわかるものではなく、時間をかけて少しずつわかってゆくものでしょう。私の作品は手みねりで土の膜を成形し、それを焼くという至ってシンプルな行為から成り立ちます。成形と乾燥を得て、素焼き後に酸化金属を混ぜた低温釉をかけ調整します。調整後、それぞれの作品の大きさに合わせレンガを積み上げ、窯を作り、ガスで窯の温度を上げた後、そば殻やもみ殻を投入して炭化させることで釉薬を発色させます。作品が完成するまでの一つ一つの工程は、私にとって土で作ること、焼くことを自覚することであり、自己を律して内面と向き合う時間です。物事は単純です。私たち人間や社会がそれを複雑で分かりにくいものにしてしまっているのかもしれません。誓いの意味も込めて、ふと立ち止まり、物事の本質を探ろうとする、また自己の内面と向き合う、そういった時間も時には必要だと考えます。私が自作に求める形態は、自問を繰り返す中で物事の本質を問うていきたいという私の姿勢でもあります。